イート&、イート株式会社、イート &CEO、LTD は、東京都品川区に本社を置く、外食事業及び食料品販売事業を行う、企業。餃子を中心とする中華料理チェーンの大阪王将をはじめ、ラーメン業態、よって、小屋、太陽のトマト麺、ローストビーフ油そばビースト、ベーカリーカフェ業態、ベイカー・インスポイド・バイコート・ロサリアン。 国旗シーネルなどを展開している。また、外食事業以外にも、冷凍食品をはじめとする食料品の販売事業も展開している。1969年、昭和44年に、大阪市宮古島区京橋に、中華料理店、王将として創業したのが始まりである。1977年、昭和52年8月2日に、資本金200万円で、 大阪王将食品株式会社を設立し、1996年、平成8年3月に株式会社を大阪王将へ改称し、2002年、平成14年10月にイート株式社へ改称した。大阪王将としてチェーン展開をはじめ、その後、ヨッテコやコートロザリアン、シノワーズ、 クリア花など餃子以外の業態でチェーン展開が進んだことに伴い2002年10月にイートに社名を変更した1993年より盛況で冷凍食品の販売を開始し2001年より本格的に量販店向け冷凍食品事業に参入垂れ付け餃子の範囲の伸長に伴い売上を拡大現在では会社全体の売上高の 約半分が食料品販売事業となっている。2014年に大阪王将羽根付き餃子へリニューアルし、油なし、水なしで簡単きれいに焼ける本格的な餃子が楽しめる。2015年、2016年に大阪王将羽根付き餃子が2年連続モンドセレクション金賞を受賞。2016年、日本食料新聞社優秀ヒット賞受賞。 2017年には、モンドセレクション3年連続金賞を受賞し、国際優秀品質賞、インターナショナルハイクオリティトロフィーも同時受賞となった。大阪王将プルモチ水餃子は、水餃子シェアナンバー1を誇る。14年食品産業技術功労賞を受賞。生産拠点は、関東工場、群馬、関西工場、大阪、岡山工場、岡山、 なお、同じく、王将を監視中華料理チェーン、餃子の王将を展開、運営する、京都に本社を置く、王将フードサービスとは、古くに、のれんわけの関係があったものの、現在資本関係はない。詳しくは、それぞれの項目を参照のこと。創業当初は、大阪に本社を持っていたが、関東地方への進出が目覚ましく営業機能の強化、などを目的に、 2013年8月に東京オフィスを東京ヘッドオフィスに名称を変更し、事実上の本社移転を行った。餃子を中心とするイートのメインブランド、直営とフランチャイズ店舗が存在する。大阪府を中心として、日本国内では、栃木県、山梨県、滋賀県を除く44都道府県。日本国外では、香港、タイ、シンガポール、フィリピン、 ベトナム、ミャンマー、台湾に店舗展開している。宅配専門の店舗もある。餃子、小餃子、水餃子の他にふわとろ、天津飯、五目チャーハン、炒め焼きそば、酢豚、四川風麻婆豆腐、醤油ラーメンなどの中華メニューがある。マークに用いられている白の形は大阪城をイメージしている。2019年9月に創業50周年を迎える。 ラーメンを中心とする業態。1998年より営業開始。近畿地方、中国地方、東海地方、関東地方、海外のハワイで展開している。京都屋台の味をコンセプトにした、京都鶏ガラ豚骨醤油ラーメンのほか、京都鶏ガラ豚骨豚骨ラーメン、京都鶏ガラ豚骨赤身ラーメンなどのメニューがある。2016年12月で20周年を迎えた。 健康志向を意識した筐体ラーメンに有機トマトを使用したスープを使用しているのが特徴である太陽のラーメンをはじめトマトを使用していない鶏パイタンメンも提供している関東地方と大阪府海外では台湾に店舗を展開している国内では首都圏を中心に23店を展開する大阪府東京都埼玉県 神奈川県などに計20店舗を展開するベーカリーカフェ。大阪府、岩手県、茨城県、愛媛県に計7店舗を展開するベーカリーカフェ。過去にフランチャイジーとして店舗を運営していたが、いずれも業態の変更などで閉店している。大阪王将ブランドの冷凍食品を製造販売。近年では家庭用調味料の販売も行っている。 2001年に量販店向けに冷凍食品の販売を開始したことより本格的に食料品事業に参入。2014年にリニューアルした羽根付き餃子がヒット商品となり油、水いらずでフライパンに並べて焼くだけで綺麗な羽根がつく。肉、野菜等の具材は全て国産。2018年8月末に発売した商品は油、水いらずに加えて フライパンの、二入らず、となり、より勘弁性を追求した商品となっている。もちもちの皮が特徴。鍋に入れても煮崩れしにくく、夏などには冷やして、食べるのも良い。ニンニクは、不使用。バリエーション展開で2017年春夏に、大阪王将プルモチエビ水餃子も発売された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。